球は三遊間抜けた、さよなら、中川圭太が決めた。2年連続バファローズ日本シリーズ進出、サヨナラで決めました。去年に続いて2年連続サヨナラで日本シリーズ進出、最後中川圭太。こういう結末が待っていました。いやいやね、素晴らしい気持ちで打ちました ね、 ね、3対2詰まったと思うんですけどね。それが三遊間抜けていきました。いやいやね、しんどい試合でしたけど、去年はこの優勝の輪の中に加わることができなかった中川圭太、その悔しさを持って今シーズン臨んで、最後日本シリーズ進出を決める一打を放ったのはその中川圭太。さあ日本シリーズ、スワローズが待っています。